はい、それでは稚内を一応今日離れる予定です。道の駅稚内さんには4日間から本当にお世話になりました。とっても過ごしやすいと思うので、今の段階で車多いけど第3駐車場までいっぱいです。駅の玄関で寝とる人も結構おったよね。おったおった。で こっちが港側のベンチの上とかね。うん、で昨日はあの北キツネにも会いました。あの鹿だけじゃなくキツネもいました。ぜひ皆さんも稚内来たら寄ってみてください。道の駅のねカニ弁当美味しいです。今買いに行ったらまだなかった10時から出します。はい、稚内公園はキャンプ場の無料の場所です。今日は見晴らしいです。うん、この間大雨の日に上がったけどね。海がキラキラ。いますよ今日は。多いね。みんなゴミ捨てれるけど、うん、ゴミを持って上がってきたりして、もう洗車もしよるしたもん。おはようございます。絶景ポイントですね。薪もですね、うん、手に入るんで、あのその辺の枯れ木の枝があのこの人があの掃除して一箇所に。あ、そうなんだ。まとめてあるんですよ。あ、まとめてくださってるんです。でそれを持ってきて、うーん、であの焚き火の薪にして、へー、今あそこで割ってあの遊びで積み立ててる。へー、すごいな。すごい。絶景ですよ。天空の駐車場だ。あと、この下にブランコがある。おお、すごいじゃん。絶景じゃろ。すごいじゃん。そっち入れんの。うわ、すごい。うわ、待ってよチャビ。うちの坊ちゃん連れてきてやりたかったね。ブランコ大好きだけ落ちるわ。ブランコ大好き、高校3年生だけ。落ちるじゃん。チャビダメよ、まだ。見てこれ、ヒグマこんなにでっかいんよ。ちょっと横並んでみて。そんなのが来たらどうする？でもこれまだ小さい、あのやめてますよ。あ、そうなんだ。ブルズマなんで、穴から出たばっかり。あ、そうなんじゃ。お腹が空いとるんだ。秋になるとまんまでかく。この塔は80メートルぐらいらしい。マジきれい。はい、海抜250メートル。今から展望台行ったらちょっと前に見ました。うわ、結構来た。
ふわーってきてる。うわ怖いな。うわ。うわあっちも見えるんじゃん。あさっきおったとこだ。ん？あうわほんまじゃ。うわ。なんかこうでちっぽけに見えるね。うんちょっと気持ち悪い。怖い。あっちに宗谷岬だって、うん、あれが宗谷岬、うん、でオホーツク海、うん、あれがちょっとサハリンだよ、うん、うっすら見えとるもんな。うん見えとるね。ちょうど福野のあたりがサハリン。ちょっと怖いね。あー基地も見えるんじゃ、うん、ここからあれより高い。おーすごい下見下ろしたらちょっと足がすくむ感じ。あやっぱりここのことは説明書いてないんだ。ここの自衛隊のどのこうのに説明は書いてないんだ。米軍のどのこうとかもうあっても良さそうじゃない。今自衛隊は使いようだよな。うわうわあったじゃん。あれが礼文島でこっちがでけえ利尻島じゃん。昨日見たとこ利尻富士今日めちゃくちゃ綺麗に見えるの。昨日6時間で帰ってきたとこです。超ハードだったね。ああ今日7時まで爆睡だったもん。ジーガラはずっとやだったよ。サロベツ芸人や。サロベツ芸人通ってきたとこだな。すごいああ景色のいいところね。ああああちょっとほんま今日は勇気を振り絞ったな。このねこっからこの下が強烈だ。ボーダーがありました。ボーダー発見。ミニカーみたいになったの。弱いね高さに。は？高さに弱い。高所恐怖症の兵所恐怖症のお金ない恐怖症の恐怖。常に恐怖症に生きてます。本当ね。お前にも恐怖症。違う違う。やばいよ。まだ頭暗くでしょ。あ耳がツンとした。おお。ありがとうございました。あこれって昼間に入っとったら夜もう一回入れるんですか。ダブルでは無理なんだ。夜は夜料金。これ港100軒に入るんです、はい、へえ。今日じゃあ絶景ですね。夕日が絶景で。夕日が絶景です。今日あちらこっちから夕日見れますけど、うん、ここが一番高い日。ありがとうございました。確かに今日は夕日絶景じゃねえここ、うん、はい。ここはね氷雪の門あのカラフトサハリンの方向いて立ってるでしょ。岬日和が うわーすごいな。ここからの景色止まって撮りたいの分かる。あこれが白い道。道っていうのは貝からホタテの貝で貝を砕いて道を作る、うん、ホタテの貝を砕いてわざわざ人工的に道を作ってあるってこと。綺麗これは最高。なんだこれっていう感じだね。開かないってすげえな。
だ。おーおーおお。本当だ、目が眩しいね。おーおーおー。この空の青と白い道のコントラスト、芸術ですね。西島隊長どうですか。レフ板してるみたい。すごいよ。うん。顔がツヤツヤ勝利。あ、そう。ね、最高じゃったよ。今日はすごいじゃん、真っ赤な締めで。ね。バナナチェック通りですよ。素晴らしい。日本最北端の地についにやってまいりました。ただいま最北端でマーキング中です。ジーマくんさん、ジーマやったね。日本のフレブルでジーマ以上にマーキングをした人がいるでしょうか。アムちゃんもマーキング。おお。すごいな。うわー、すごい。激しい。ターザンチャンネルさん。ターザンチャンネルさん、はじめまして。自作のキャンピングカーだよね。あ、そうですね。すごい。自分らで来る前に自作したの？あ、そうなんだ。いいね。そういうのこそチャンネル伸びるよね。はい、撮れてます。撮れてます。でも看板は消えとるよ。はい、オッケー。はい。あそこがなんか有名なの？あの蝦夷屋。うん。あそこが有名な焼肉屋さんなの？焼肉屋？でなんか蝦夷屋に行くって言わなかった。焼肉食べに。いいよな、全然よな、全然よな。気のせいか。道の駅サルフツにね、昨日は車中泊しました。その奥にある丸ごとか、サルフツ村はね、ホタテの漁獲高が日本一です。そして皆さんホタテで潤ってお金持ちの村でも有名みたいです。生ホタテ丼すごい美味しいらしいので、ちょっと食べたいと思います。すごい。僕はバーベキューもできる。
いっぱいぎゅうぎゅうです。綺麗だね。綺麗だね。あ、美味しい。ホタテの出汁がすごい。ホタテの出汁かな。うわ、なんかちょっと待って、外の空見て、今絵に描いたような空じゃない、ね、ちょっと雲がかわいい。筆とキャンパスがあるかな、うん、あ、これほんま美味でございます。わかる？わかる、うん、らしい。うん、おいしい。うわ、なんなんだろうな、こう。めっちゃ綺麗なの。ふわーって広がるね。うんうん、口の中で。口の中で香りと旨味が。うん、うん、おいしい。すごい。小さい器だけど、ホタテがいっぱい。この真ん中の貝柱、すごい大きいじゃん。誰見て、ひもさん。あ、ほんとだ。ひもがついてる。でっかい、これ見てください。これすごい。何もつけるでしょ、うん、甘い、うん、これさ、ホタテと貝食わない。うん、やっぱ食える、うん、あのほんま甘い。あー、熱いご飯が合うかい。あ、ほんと、うん、温かいご飯で食べるのがいいんだ。うん、結構合う。芋も味ついてる。わー、トロッとしてる。これさばきたてじゃない。水槽の中ゴロゴロだったもん。めっちゃうまい。じゃあこのホタテから。嘘よ、嘘よ。いいよ、いいよ。いただきます。コリコリ。わしほどつけたら刺身だけ食えると思う。焼いた、まあ、焼いたのもバターの味の美味しいよね。うん、美味しいと思う。だって多分身がちっちゃくならんよ。うん、ホタテの大きさ、茹でてこの大きさってすごいな。うん、フリッとしてる。お前のケツみたいな。あ、いや。今皮落としてませんから。放送事故になる。プリプリ。ちょっと肉が出やん。今紐食ったところで。うん、え、紐食ってないから、ほんまぶちうまい。マジうまい。すごいドロドロ。ほら。さばきたてよ。いただきます。うん、すごい。ネバトロ、コリコリ、美味しい。うん、美味しいよ、ほんまに美味しい。冗談で。いや、良かった、朝から。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。まあ、要は満足じゃ。すごい行列になってます。それではね、日本一のカレー持ち村来る途中もね、あの昨日すごい大きい家がいっぱいあったんですよ。そうそう、立派な頑丈そうなね、うん、それでまあちょっと調べたら、やっぱりホタテでね、皆さん潤われてるということで、でも何年か苦しい生活をされたみたいなんでね、この辺の人はすごい強いと思いますよ。ちょっとね、興味が湧いたんで、出発前にちょっと見に行ってみたいと思います。この下に大きいものがある。あ、そこ入ってみよう。これはもう大きいじゃない。うん、そうね。あっちがもう、あれ、広がりだけど四角くて大きい家が多いよね。ほら、全部シャッター、シャッターがついてる。あ、こっちの方すごそう。Thank you.